さあ、今からはラウンジに行きたいと思います。ね、そう、麺食いっていうラーメン屋さん、水戸のラーメン屋さん、そね、そこにちょっとラーメン食いに行きたいなということで今向かってはいるんですけれども、あったかいラーメンの食いだね。まああったかいよね、あったかいラーメン。麺食いって言えばね、とろみそラーメン。何とろみそラーメンって食べてみて、とろってしてると思う。あの、なんだろう、いいじゃん、いいじゃん。バンドリサーチとかにも出とった。出た、マジで。俺ほんと一回行ったことあってさ、うん、なんか新聞の記事があったよ。すげえじゃん。それがじゃあ何、おすすめ系、とろみそラーメン売りにしとる。あ、ほんと、いいじゃん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 。ちょっとじゃあ行きましょうよ。ね、急ごう、急ごう。急がない。安全運転で、安全運転で行くということで向かってますんで、やってこい。あの赤い旗がなった。今日やってんの？あ、これか、これか。あ、これ？これね。あ、ここね。はい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 。あ、本当だ。限られてるね。本当だ。駐車場。あれ真ん中いいね。いいの？いいな。これだよ、ね。さっき小川が言った。小林さんがアポイント中なんで、カウンター回るということで、はい、行きましょう。取ったことあるよね。とろみ取ったことある。とろみ取ったことある。あれ食わない。せっかくさ、せっかくあれなのにさ、気にはなったけど、とろ醤油、なんかとろみそかな、初めて。とろみそラーメンだな。とろみそ、とろみそ行こう。とろみそ、ヘルマーハンセットか。まあまあだね。うん、まあそうだね。うん、どうしよう。あ、決まった？うん。天麻パンセットの、はいね。味噌か。味噌で。はい。以上で。はい、ありがとうございます。どんなんなんだろう。あんかけ、あんかけだね。寒い時期にはぴったりだと。熱々やん、絶対。めっちゃ熱い。ふんふんせんやからね。ちょっと粘り気があるみたいな感じ。てか、まだ、まだ、あ、あんだ、あん、あん。あん、あん。いいね、俺あん大好き。はい、マジで。それはあれ言ったね、またどこ、チャコ、チャコ行ってた、ね、たら意外と土曜日やっとったって。そうなんだ。だって土曜日3日間やっとったの。そう、休み1日しかなかったもん。あ、これ意外といけるやん。あ、どうも先輩に言ってあげたらよかったね。忘れとった、土曜日やっとるねって。この動画を通して、うん、ああ、チャコ土曜日やってます。うん、インスタでチェックしてるだけ。そうそうそう、インスタにあのあれがあるんで、あの、なんだっけ、概要欄のやつ、あのカレンダー、うーん、チャコの公式のインスタ始める、インスタ見ると営業日が1ヶ月の営業日書いてあるんで、天津飯の上にマーボーの中央通り。暑いね。うまい。うん、いや、暑さはちょうどいい。うまい。味噌、マドラー。すごいよ。うわー、うまそう。普通の味噌。いいやないですか。わー、絶対うまいね。はい、ありがとうございます。すいません、はい、ライス追加でいいですか。とろみそと、はい、
頼んじゃった頼んじゃったリカーライフ、はい、お待たせです。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます。わあ、すごい。すいません、お願いいたします。うわ、すごい、パンパンだこれすごいな、これがね、すごいね。これご飯絶対合うでしょ、うん、いただきます。あ、本当だ、とろ、本当にとろっとしてる。あんだね、マジで。ちょっと、やば、寒い時に待ち戻せ。やばい。うわ、それはうまい。これやばいでしょ。だから忙しかったんだ。あ、なるほど。3月10日は水戸の日。なるほど。すいません、なんか。だって。3月10日は水戸の日。どので、ラーメンが三河アイスで貸し切りで。ああ。じゃあ今度また。あ、いいっすね。いいね。最高、最高だね。一杯やってここで。ね。一杯どころじゃねえよ。俺らのライブ長いからね。4時間とかやるっすね。おかしいね。そうか、水戸の日で、ラーメンがただすげえ。この味噌ほんとうまいや。おいしい。熱々食べれるのがいいよね。いい。これ取っとる？今取ったり、ね、あ、今は取っとる。取ったり切ったりしてね。罪な食べ方よ。やべえなこれ。絶対うまいやつ。良い子はあんまり真似したらあかんのかもしれんけど、大人になったらこういうことしてもいいのかな。中華飯。そうめん。カレー切ってるの？うん、そしたらよりご飯に合う。こんなんなっちゃった。絶対だ。頼んで正解だ。とろ醤油って言うの？カレーか、カレー頼んだ。カレーじゃん。うん。完全にね。そしたらいいよ。カレー好きの俺には。そう。全部食べてみたいじゃん、とろ系。うん。でも言えるのは絶対美味しいじゃん。ね。おめでとうございます。すごい。すごい。すごいっすね。本当、これってあれ？水戸の人限定でしょ。それは水戸の日なんで。そうだよね。でもね、こうやってハガキで来るんだ。あ、当たりましたよ。ちゃんとしてるね。はい、送料特で5月ですね。支店の方は、自分の方は、
七日間。三月十日だもん、年に一回だけってことね。うん、そうだね。毎月十日じゃない。なるほどね。なんかねえかな、うちの方に。ないの。ダメ。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大満足です大満足です。大満足ですは結構うまいってことだね。もう最高。あのトロトロいいね。こういう町中華もいいね。いいね。ご飯必須だね。あれはご飯必須だね。うん、絶対もうそのおかげでカンカンだもん。もうやーべやべっていう。あと寝るだけですね。ね、大将の人柄いいね。そうそう、うん、すごい良かった。フォロー来てくれてる。ライブの時に。そう、ライブ見に来てくれとるもんでさ、すごいありがたい。店に仕込んでる感じ。ああ、本当本当にありがとうございます。ごちそうさまです。また来ます。今度はカレー。カレートロ、ね、トロカレーだ。あれます。じゃあ俺トロトロ豚骨。コバが食っとったさ、あのマー天マー天マーあれうまい。ね、うまそうだったもん。もう匂い最高じゃん。絶対うまい。今行ってみましょう。美味しかったです。ごちそうさまです。あれもいっぱいになったんで寝ましょう。ご飯寝ます。帰還しましょう。帰還おめでとうございます。気をつけて皆さん、次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さて、今日の動画いかがでしたでしょうか。このミカワライフのチャンネルはですね、久保翔、小葉、泰造の3人で三河地方のグルメ、スポット、遊びなどを紹介するチャンネルです。動画で紹介した情報は画面下の概要欄に載っているので、そちらもチェックしてください。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。チャンネル登録の際にですね、ベル通知をオンにしていただくと新しい情報も通知されますので、よかったらそちらもタップしてください。あなたへの動画はこちらになります。よかったら見てくださいね。